みかんを半分に切って、庭の枝に刺しておきました。すると間もなく火を取りだとか、メジロが飛んできて、美しい声とか提供してもらいました。私も気持ちが良くなったので、こんな雰囲気の、青木浩一さんの柿の木坂の家を歌ってみたいと思います。では、よろしくお願いいたします。柿の木坂のあの子の家